エルサリアへようこそ。私の名はルシリス。地上では光の女神と呼ばれています。今この世界は闇の脅威にさらされようとしています。そこで私はずっとあなたのような勇気ある者が現れるのを待っていました。あなたが本当にこの世界を救えるかどうか試すため、これからいくつか質問します。それではエルヴィン、私の質問に答えてください。物資の補給中、敵に奇襲を受けてしまいました。あなたならどうしますか？無敵の部隊を作るために、あなたが最も重要だと思うものは何ですか？次のうちであなたの好きなものは？どのような能力に優れた軍隊を理想としますか？今、味方の偵察部隊が包囲されています。しかし、あなたの部隊もまた危険な状態にあります。あなたは部隊に対してどのように指示しますか？英雄になるために必要と思うものは何ですか？戦いが始まった時、あなたが自分に対して求める能力は何ですか？あなたが理想とする部隊はどのようなものですか？最後に、あなたは何のために戦うのですか？
陸の至るところで小さな戦争が起こっては消え、また起こる争いの絶えぬ時代。旅の若者エリ、ねえなら俺の質問に答えろ。ニアナとかいう小娘の住んでる場所はその家か？は、はい。誰ですか？レオ様、目当ての娘を発見しました。うむ、よくやった。急ぎましょう。このままでは領主が兵を率いて現れるかもしれません。いや、来ないでください。急げバルド、領主が現れては厄介だ。はっ。大変だよエルヴィン。どうしたんだヘイン。村外れにレイガルド帝国の兵隊が攻め込んできたんだ。村外れに？確かその辺りはヘインの幼馴染が住んでいるって言ってた場所じゃないのか？そうなんだよ。だから急がないとリアナが危ないんだ。頼む。わかった、すぐに出るぞ。レオン様、村人はどうしますか？我々の行動を見られましたが。無益な殺生はするな。我々の任務は人殺しではない。お前はバルドーの退路を確保しろ。はい。お前がリアナだな。怪我をしたくないなら俺たちと一緒に帝国まで来てもらおうか。私に何の用が？いきなりのことで申し訳ない。私はレイガルド帝国青龍騎士団を率いるレオンと申す者。私は？ベルンハルト陛下があなたをお待ちだ。帝都まで来ていただけぬか？私がついていけば村の人に手を出さないと約束してくれますか？無論そのつもりだ。女性をさらうような不名誉に加え、無抵抗な村人まで殺すような恥をさらすわけにはいかぬ。ただし我々に対して剣を向ける者は誰であろうと切り捨てる。わかりました。ではついていきましょう。すまぬ、礼を言わせてもらおう。全員に告ぐ、無益な殺生を禁じる。安心したまえ、我々の任務は人殺しではない。は、はい。行くぞ小娘、さっさとついてこい。さあおとなしくついてこい。痛い、
もついていきます。くっ、捕虜のくせに生意気な小娘だ。よし、本陣へお連れするのだ。ただし丁重にな。ああ、以後気をつけます。待て、この村で好き勝手にはやらせん。レオン様、群れの自警団が現れました。早いな。だがたかが自警団ごときを気にすることはあるまい。このまま。なんだと、たった数機で来たことを後悔させてやる。愚かな。くそ、こいつらだけでも俺一人で倒してやる。落ち着け、冷静でなければ戦場では生き残れないぞ。無理はせずに傷を受けた部下を自分の周りに戻すようにしよう。そうすれば部下の体力が少しずつ回復するはずだ。とにかく兵士は大切にしろ。わかりました。つまらんな。剣が使えん作戦など面白くもない。せっかくだ、そこにいる小娘どもをビビらせてやるか。やめて、約束が違うわ。うるせえ、お前を捕らえたからにはもうそんなことなんか知ったこっちゃねえ。おら、どけ、邪魔だ。待て、バルド、勝手な真似をするな。ひどい、どうしてそんなことを。うるせえな小娘、お前も痛い目を見ねえとわからんのか。やめぬか、愚か者め。無益な殺生は控えろと言ったはずだぞ。二度とそのような真似は許さん。と、うわっ、も、申し訳ありません。これよりバルドー様の退路を確保します。お前はこれが初陣だったな。それが娘をさらうような戦いですまないと思っている。お気になさらないでください。私はレオン様と共に戦えるだけで光栄です。すまない、だが無理はするなよ。行くぞ。これで終わりだ。世の中まだまだ知らないことだらけだよ。レアードは私に続け。敵はっ、レオン様に続け。行くぞ。気をつけろレアード、敵はパイク兵で編成している。波状攻撃で突破口を開き指揮官を狙います。うむ、
しろ。力がみなぎってくる。万全、行くぞ。そうね、私たちで何とかしましょう。この村は俺が守る。オプション兵を連れていようと、我々青龍騎士団はひるみをしない。面白い、やってみやがれ。リデル、さすがに手強いわ。領主様が来るまで部隊を突出させず戦いましょう。歯向かう者は斬る。そんな、自警団の皆さんお願いです。帝国の人たちに逆らわないでください。私が帝都に行けば済むことなのです。私は戦います。愛する人を奪った人たちを許すわけにはいきません。愚かな。また強くなったぞ。レオン様、すみません。死なせてしまうとは。
なかなかやるな。だが、どこまで戦えるかな。我らを敵にしたのが運の尽きだ。このままじゃリアナがさらわれちゃうよ。よし、バルドーとかいう指揮官に集中攻撃をしよう。なんだ貴様は。死にたくなけりゃそこを抱きやがれ。よし、バルドーの援護に回るぞ。はっ。邪魔する者は容赦しない。それだけだ。そんな。待ってろ、必ず助けてみせる。このバルドー様の邪魔をするとは愚かな奴らめ。ちょうど暴れ足りなかったところだ。たっぷり遊んでやろうじゃねえか。
おのれちょこざいな。やっ、うおまた強くなったぞ。バカだ、レオン様！何？バルドがやられるとは。レアド！はっ！行くぞ！何としてもあの娘を帝都へ連れて行かねばならぬ。はっ！我が領地内での勝手な振る舞いは私が許さんぞ。帝国の騎士団を追い払いましょう。領主様の軍団、敵の援軍です。分が悪いな。仕方がない、引くぞ。はっ。リアラ殿、またお迎えに参ります。なんとか終わったな。助けていただいてありがとうございます。私は光の神殿の巫女リアナと申します。あなたの名前を教えていただけませんか？俺の名はエルヴィン。あてのない旅をしている。偶然この村に滞在している時でよかったよ。エルヴィン様、本当にありがとうございました。なんとお礼を申し上げればよいのか。いや、そんなかしこまらないでほしい。それより怪我は？大丈夫です。エルヴィン様の方こそ。俺は大丈夫だ。それより、エルヴィン様っていうのは照れくさいな。エルヴィンでいいよ。それなら、私もリアナと呼んでください。さすがエルヴィン、かっこよかったよ。ヘインも助けてくれてありがとう。リアナが無事でよかったよ。皆さん、怪我はありませんかな？一度は退けたとはいえ、いつまたあの者どもが戻ってくるとも限りません。とりあえず、サルラスにある私の屋敷へ避難しましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。それなら早く出発しようよ。暗くなってきたし、オイラお腹も空いてきたしさ。もう、ヘインたら。そろそろ出発しましょう。では、屋敷へご案内します。エルヴィン？リアナ。眠れないの？ああ。私もなの。戦いなんて初めてだったから。でもね、私嬉しかった。え？エルヴィンが私を守ってくれたから。とっても嬉しかったの。ありがとう、エルヴィン。俺が頑張らなくちゃな。
レイガルド帝国軍からリアナを救ったエルヴィンたちは村に救援に駆けつけたサルダス領領主の勧めで彼の役